らいで行くと月下だな。月都会ですよね。マジだね。てるスタバがあります。よしよし。どちらのビールですか？川の生ビールで18 days。 はい、18日一番人気のビールですが、というわけでファーレンという町にやってまいりました。先ほどの波は全く乗れませんでした。これカモ肉、これが美味しいらしい。楽しみです。あービール出てきました。これか。わー、はい、めっちゃカモ、うまい、うん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 、うまい。ソースも美味しい。これちょっと残ってる感じで、ちょっとカモがいる感じ、いる感じのとこに流しちゃう。うさあ、というわけでイーランへやってきました。寝てました、すいません。ここは、台北の、あ、ちょっと下に行ったとこなのかな、の、まあ、海沿いの町で、まあ、日本でいう湘南みたいなね。夏は海水浴客でごった返し、レンタルボードしてね、海でちょっとアウトでピンね、ボードがいっぱいあるみたいな、さっきで聞いた話をそのまま言ってるんですけど、そういう町でございます。すごい、台湾の湘南。さあ、大丈夫だけどね、サーフショップ、サピラウェットスーツが置いてある、置いてあるんですか。欲しいです。置かれますんで、ここぜひ皆さん、台湾の人遊びに来てください。よし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 。さあ、というわけで海外に来たらマクドナルドでコンテンツ作る、そういうことですよ。台湾のね、ご当地マック、ちょっと食べていきたいと思います。ここで選ぶらしいですね。イートイン。さっきちょっと見てたんですけど、日本にないメニューが、ま、フライドチキン、フライドチキンがさ、ないよね。ないね。このシグネチャー、これですよ。これがちょっと気になる。鶏、手羽先。手羽先。手羽先ですね。手羽先行きましょう。あれ、マクドナルド、インコリア。マクドナルド、マクドナルド。マクドナルド。マクドナルド。天候なの？インコリア？いや。どうですか？美味しい。どうですか？大丈夫ですか？なんか日本と違いますか？これはもうデリバリーして持ってくる。もう疲れてるじゃん。やる気ないし。めめめ。さあ、というわけで。ご当地マック頼みすぎました。あ、タンチューじゃん。このソースもね、ご当地台湾でしか食べられない、ちょっと甘酸っぱい桃が入ったソースらしいですよ。ちなみにチキンナゲットは頼んでません、忘れてました。でハンバーガーいきましょうね。おー、ほんあーマッシュルームバーガー。本当はですね、後で調べたんですけど、グリルドチキンバーガーが有名らしい。今知った。もう出した後知った。でもこのマッシュルームバーガーってないから。いただきます。うん。まあまあ。まあですね、いやマッシュルームの旨味が詰まって、このソースがね、すんごい濃い、すんごい濃いです。でも美味しい。パンがふわふわ。お肉でっか、本当はみ出してる。ヘビーですね。ね、これですよ。これないと思うな。
フレンチフライじゃなくて、まあ、スイートポテト。ああ、これは見たことないんじゃないですか。スイートポテトがあんまり好きじゃない。日常を頼んでしまいました。でかい、でかいんだもん。スイートポテトが好きじゃないんだから。なんか振り切れてないね。飯系にも行ってないし、お菓子系にも行ってないっていう。でもスイートポテト好きのアネラなら、スイートポテト大好きって言ってたから。おいしくないそうです。欲しいもんみたいな。欲しい。これはないでしょう。これは手羽先。マックに手羽先はないよ。渋いな。手羽先ですね、普通にね。あ、すごい、すごい匂いする。うん。あ、うまい。これはうまい。ビールが行きたくなりますね。ふーって下になっちゃいますね。うん。めっちゃうまいやん、これ。2本入って、50円。行きますか？行きますか？あ、いいですか？断られました。厳しいですね。厳しい。なかなか厳しい。ちょっとポテトもらっていい？ちょっとマックナゲットがないんで。これですよ、これ。これがご当地。ご当地。これがご当地のソース。ハオ。あ、すいません。いただきました。パーラージャン。これね、ここしかないんだよ。あ、多分スイートスパイシー系なのかな。いて、しずってる？結構辛いよ。竹山さん。辛いよ、これ。辛くない。やってないです。辛くないよ。辛くないよ。嘘。台湾のマクドナルド。クロワッサン。クロワッサンはないですね。これの新メニューのシリアルクロワッサンです。うん。効いてるね。バターが効いちゃってる。効いちゃってるね。おいしい。そして、最後は、台湾といえば、ミルクティー。うん。あ、おいしい。うん、いやハニーが効いてます。さあ、というわけであんまり引きがないですね、このメニューにね。だいぶ引きがないですけど、美味しい、青。じゃあ、すみません、最後よろしくお願いします。無理だって。いけるって。ファンが今増えてきてんだから。コメントですごい来てんだって。旨味が出てきてる。旨味が若干出てきてるから。行こう、最後。ビンローガールかましちゃってよ。小さいな。お腹いっぱいだよ。ここからはドキュメンタリーです。戻ってください。皆さん行くよ。
Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. Take two. ごめんなさい。アペラが。アペラがダメかと思って。今数字持ってる。数字持ってる。怖いよ、この人。本当に。どんどん口悪くなるのかよな。海坊主。はい、お食べた。どこだ。美味しい。大三元。かわいい。来ました。というわけで、大丈夫です。本日は以上でございます。ありがとうございました。台湾のマクドナルド、ぜひ食べに来てください。ありがとうございました。バイバイ。